い、ちょっと待て、てめえら。またすごいもん見つけたぞ。もう、監査だ、監査。何でもかかってこいや、この野郎。た、歯茎割れた。ということで、監査ですよ。プリティ。こんにちは、マイクちゃんです。ということでですね、TKM ってことですか？僕、TKG か TKO か TPP しか知らないんですけど、TKG が卵かけご飯。で、TKO は木下。で、TPP はちゃんとパンツはパンパスってことで、やってるんですけども、すいません、嘘です。これ、リリーフです。卵かけ麺です。なんじゃそりゃ、おいおい、ちょい、待って待って待って、またまた気持ち悪いもん出始めたな、おい、この世の中に。くそ！世の中に流通していいものなのか、もう見定めていきたいと思います。はい。卵かけ麺？キモいだろ！知能が魚以下の僕でも作れるみたいなで、やかましいわ！作っていきたいと思います。まずはね、麺ですね、これ。つけ麺専用中華麺でこれ。これ山岸さん監修。これなんか、ラーメンの神様らしいですよ。ってことはじゃあ美味しいんでしょうね、ちゃんとね。神様って言うくらいですからね。うん。俺、TKM の麺だけにはちょっと口うるさいんで、本当に。ちょっとここ覚えておいてくださいね。テスト出ますよ。あ、社会のテストです。で、これは普通にね、トッピングの味付け卵とチャーシュー。タレの方から作っていきたいと思います。はい、まず醤油。あ、今回もね、レシピは概要欄の方に貼っときますね。前回みたいにね、おならを出す方法のリンクなんて間違えて貼りませんから、任せてくださいね、本当に。グリンチェーン。ヨリスチェーン。カツオチェーン。味の素チェーン。カツオ節チェーン。これ電子レンジ与えまーす。それじゃあ。はい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 。いらっしゃい。あーちゃ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 。かつお節をこして、これでタレの方はある程度完成です。あとは、ちょっとオリーブオイルかかって、卵かけて完成です。麺茹でていきます。12玉用意してるんで、せっかくなんで全部茹でていきます。いってらっしゃい。やばい！ブレーカー落ちた！でもこれ復活するんですよ。いきます。ほらね。勝手に復活するんだ、うちのブレーカー。なんでだろう。ちなみに TKG 食べるときさ、白身がうまくさ、切れてなくてさ、食べるときずるって白身が一気に入っちゃうことあるじゃん。で苦手やったんやけど、克服できましてですね、はい。皆さんはまだ苦手ですか？そしたらですね、麺が茹だったんで、こちらで氷締めをしていきます。ほら、はい。そしたらね、あとはもう盛り付け入っていきます。やばい、これ麺作りすぎたかな。ここにオリーブオイルを最後かけます。おしゃれな味になるぞこれで。あと卵とレモン、かつお節とかかけて完成ですね。食べていきましょう。プリティということで、サムネ撮影終わりました。拍手。はい。ということでね、ちょっとじゃあ、卵も乗せたんで、ちょっと最後ね、ちょっとレモンだけ絞って完成としたいと思います。ほらー。うわー！最悪。レモン絞って、こちらにはね、煮卵とチャーシューもね、用意しました。めっちゃうまそう。ってことで、じゃあ、いただきますか。いただきまーす。食べれません！ちょっと待って、これ。下にちゃんと汁あるんやけど、これ待って。どうすればいいこれ。天地返しこれ。これちょっと卵一気に崩しますね、これ。いきます。うわー。やーべ。で、これをひっくり返すと。わー作りすぎたかな。でもお腹空いてたんでしょうがないですよね。秘密道具持ってきます。ほらー。お、いいね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 。よし！じゃあ食べてみますか！じゃあちょっと、いただいてみます。うわ、待って、普通に、うまそうなんやけど。いただきまーす。うまー！うまっ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 ！これ、想像の2倍うまいわ。やばい、これ。うん、のカツオのうまみとレモンのさっぱりさ、やばいわこれ。で、卵がね、覆いかぶさってきて、本当にありがとうございますみたいな。
あーこれ今の時期ね、夏とかお昼ご飯にパパッと作って食べるのありかも。めっちゃで、今日のお供はウィルキンソンでございます。こちらこちらぴったりなんですよ。これジョッキにこのサイズのウィルキンソンが見といてくださいね。これマジぴったりやけ、もう溢れるんじゃねえかくらいぴったり。あ、待って、これ今日溢れるかも。ちょっと待てよ、お前溢れんなよ絶対に。ウィこれ市販ですけどね、煮卵の方いただいちゃいと思います。うん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 、しっかりめに黄身にも火が通ってるやつですね。これもこれ好きです。うん、あっ、あ、で、これ鰹節かけるんよ。あぶね、忘れちゃった。多分だいぶ味おいしくなると思いますこれ。うわ、めっちゃあるな、おい。うわ、いいね、鰹節しっかりまとわりついちゃって。ああ、うめえ。あ、ちょっと待って、はい、鰹節が歯の裏に。あ、これね、さっぱりしてるからめっちゃズルズルいけんのよ。しかも卵コーティングされててすすりやすいし。じゃあちょっとチャーシューの方食べてみますか。あ、まあうまいよね。懐かしいな、これスーパーのさ、チャーシューをたまにインスタント麺に入れてちょっと豪華にして食べてたな。ごめん、マジ卵かけ麺美味しすぎるわこれ。ちょっと一旦美味しすぎるんで、ちょ、母親に連絡だけしていいですか。すいません、ちょっと美味しいんで、さすがに。あ、もしもし。はい、美味しいよ。は、美味しいわ。何がね。あ、やばいなこれ。あ、ちなみにまだ僕パリコレまだ諦めてないですから、あの懲りずにあのパリコレ日記まだストーリーで上げてるんですよ毎日。でなんかこの前さ、それストーリーの返信でリスナーから、これいつまで続けるんですかとか来て、いやいや待てと、俺がパリコレ出るまでに決まってんだろうって。当たり前じゃん、それは。パリコレ出るまでこれ続けますよ、絶対に毎日欠かさず。で、調べたんですよ、俺も。パリコレってどういう人が出れるのかなと思って、オーディションとかあんのかなとか見たら、これ、なんとあの、オーディションありません。で、僕あんまスタイルもね、いいわけじゃないんですけど、あの、出れるそうです。見てください。あのですね、パリコレモデルになるには決まった方法はありません。パリコレモデルになるための条件もなく、特に身長や年齢などの制限も設けられておりません。バーカ、こんな僕でも出れるってことだよね。ウィウィ、バカにした奴らかかってこい。ぽい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 、ウパルパディース、ぽぽぽい。で、パリコレモデルになる方法はただ一つ、ファッションデザイナーに選ばれることです。だそうです。あの、もしあの、これ見てるデザイナーの方がもしいたならば、あの、よろしくお願いします。はい。あの、マジで僕、本当に、あの自信がありましてですね、表情作りとか、ちょ、パリコレの表情作りちょっと僕できるんでやってみていいですか。いきますね。二の夜より先に秋が来るかもな。ん、二の夜よ。うん、もうないよ。7人前くらい食ったで。やべえ、ちょっと待って、すいません、ちょっと待ってください。聞こえますかこれ。あ、聞こえんか。あの、ちょっと卵食べ過ぎたせいかわかんないですけど、今胃に入っていた卵がちょっと孵化し始めてるんですよ。すいません、あ、やばいなこれ。ちょっとそろそろ、やばい、孵化する孵化する。待ってよ、これ孵化するな。ちょっと待ってよ、あ、これ孵化するな。あっ、ピュッピュッ。
ピュ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